あれ戻ってきましたいけた変わったねえ固定変えたやばい私さ昨日さ設定とかさ見てさあれと思ったけどこんなとこにあったなんて見つけました <coughs> 固定コメント変えたのでよかったら見てくださいこっち はーいただいまー配信中あっなるほどね申し訳ない皆さん「みんなの白米」な何ケーキだろうこれケーキありがとうもぐもぐやばい あ明日もねナンバーレイティ公演なので皆さんよろしくお願いします。やばいってかほぼすっぴんだからなんか顔が違う。顔が薄い。うん。明日行くありがとう。待ってます皆さん。 そうちょっとね髪の毛染めてないです <laughs> あれそんな染めたように見れるのかななんか光の加減かなで今日はねあのそのままアイロンとかもか後ろ髪は特にしてない前髪だけ一瞬巻いたけどねそれ以外はほぼでもさ私ちょっとなんか髪の毛のさケアをね何もしてこなかった今まで。 <coughs> でやっと最近ねなんかそのドライタオルドライした後につけるヘアオイルみたいなの買ってみたらねめっちゃサラサラになったの見て声がガラガラだけどめっちゃサラサラじゃないアイロンとかもしてないんやでこれすごくないほらあ美容室とかでよく見るやつめっちゃサラサラじゃない触ってほしいなめっちゃサラサラやねん <coughs> はいあライトワンレインボーストありがとうワンワンありがとうそうほぼすっぴんあの下地とあのク,マクマだけ隠してそれ以外はあとリップだけやったねでもさリップも私なんかめっちゃ薄いって言われるんだよねメンバーとかに。 で研究生ってメイクさんに全部ねメイクしてもらうんだけどそのメイク結構薄めなんだけどメイクさんにメ「研究生メイクより薄いね」って言われてびっくりした自分のメイクが。<coughs> あ来週クオブ行きます待ってますあちょっと茶色に見える本当全然黒。でも地毛がねねちょっと、ね 明るめなんだよ、ね、私もともとちょっとね濃い茶色みたいな焦げ茶色みたいな髪色してるからそれかも結構意外とうん「なみてくありがとう」「Thank you」あズレズレさんもくもありがとうくもありがとう そう, CM 出れそうやったヘアオイル何使ってるのなんかあのどこやっけショップに置いてあったなんか一番前に置いてあったやつ使ってるなんかこんくらいちっちゃいやつなんか、えっと、プラザプラザに置いてあったやつ「ナミテンレインボースターもありがとう」。 肺炎とかじゃなたぶんうんだよ、ね多分うん、あっすっぴんではないよみんなすっぴんではないですでもねコンシーラークマ私クマがねなんか生まれつき結構あるのでクマだけ隠してまた、あ、他はほぼすっぴんかな あ、でも、ね、眉毛で描いてる私ね眉毛もめっちゃ薄いんだよね昔からだから眉毛描かないとめっちゃすっぴんかんでるから <laughs> やう「やうほう」 の中にユッチくんなってバイト中に配信見てる人いるかく <laughs> せるように頑張って隠してみてくださいあま <coughs> 一心くまありがとうそう加工はね多分 あのフィルターみたいなのがかかってると思う多分。まあこのあとルームス配信やるんですけどそのルームス配信ルームスっていうファンクラブがあってそこで配信するんですけどルームス配信はね加工がもう本当にあのフィルターとかもなんかないので皆さんそちらで確認してくださいちょお客様おるからここで喋って <laughs> えまさかの 普通に音出して聞いてるってことめっちゃおもろいあサラクマありがとう頑張れバイト頑張って応援してますやばい顔が薄いなちょっとショールーム配信いけるかなこれ まあいけるか、うん、はーい <coughs>、うん、ゆじんちゃんはカモネと韓国語喋ったりしますかえっと喋れません私は韓国語をね喋れないですごめんなさいあきらにばーさんくまありがとう 喋れないんだよね。あ、ライトは雲ありがとう。ありがとうございます。<coughs> ルーム配信遅れる。オッケー。いやー。毎日配信を始めて早。四日目、五日目。長いです。早いですね。次の流れは。長いですね。やばい。 目指せ一年なので「ノブパンさんくもありがとう」。韓国語習ったらなんか私の一回ね韓国語教室みたいななんかさすがに母国語でもあるからなんか覚えといた方がいいよって言われて。 それでなんか一回韓国語教室みたいに言ってたことあるけど本当続かなくてだからもう諦めました国籍も日本を選ぶ予定だしいいかなと思って <coughs> なんで急に毎日配信なんかでもずっと前から毎日配信したいとは思っててそれで この前ショールームやったのをきっかけにせっかくだし今日から始めようと思ってやりましたで私ねこういう数字が出てきちゃったらもうね絶対何が何でもやるから安心してほしいラジオ配信とかでもいざとなったら意外とこうやってね毎日配信何日目とか出たら私もそれをね絶対にくしたくない人だから安心してください <laughs> 10時になったらバイト飛ぶ予定だからそれまでルームスしてて10時あでも10時はねルーム再始にしてると思う一応ショールームが大体15分からあ長くて40分くらい,いそれは嘘そ15分からえー、っとさ25分くらいまであ分っていうか所要時間 大体するくらいだからルームでルームスは1時間くらいやろうと思ってるので「ノアジーくんもありがとう」そうルーム最新はねめっちゃ長々しちゃう5日連続で見てると好きになりそうえ好きじゃなかったの今まで逆に好きだからえでももう好きだから5日連続も来てくれてるんだよねもうそれゆまちゃんのこと大好きだよ ゆっっっち頑張ててて偉いいからママって呼ぶととどういうこじゃあ今日からママって呼んでくださいえラジオってダメなんだあよかった知れてそれは助かりましたショールームで思うこと西山さんスタイルによか変わらないのもったいないと思うえ待ってショールームってさ大体みんなこの画角じゃないなんか縦画面とかってやってる人あんまいないからこれでいきます えこれ以外の画格ってある逆にやばいまあでもそのスタイルの良さはあの後編とか見に来てくれたらもうまじまじ見れるのでぜひよかったら見に来てくださいでもスタイルはいいってね評判なので皆さんもしねこのコメントでえ西山のスタイル気になると思ったらぜひ見に来てね待ってます それこそ明日もねナンバラエティ公園出るので遊びに来てね最近西山ツイッターもツイート多くて嬉しいそう私ね一日に1ツイート心がけてるので。 何日目から表記出るんだろうえ、もうね多分出てると思う私のプロフィールみたいなところに毎 <laughs> チャイシンなんか昨日見たけどなんか「何日目」って書いてあった <laughs> お目目がすごく大きいのはカラコンカラコンでもねカラコンもねすっげちっちゃいのつけてるだからね正直そんななんか変わらないかもって言うて。 そうなんかキャンマジとかつけてる人に比べたら全然キャンマジの3分の1くらい画角を変えれない自分がカメラから離れるしかないえそうだよねでもさ私カメラからさ離れたらさコメントが読めない <laughs> 読めなくなっちゃうんだよねだからさ私さコメント読む時めっちゃ近いよね多分 <laughs> ちょっと一回離れてみるでもさ私さ今日さもう適当絶対下半身映らないっていうさ自信あるから適当な服着てるんだよね でも言って離れてもそのん,ななんかスタイルの良さは別に変わらないわあんまりわからない <laughs> 公園で幕開けた時の西間マジでシュッとしてるからすぐ分かるえ本当めっちゃ嬉しいありがとうめっちゃ嬉しいそれ <laughs> めっちゃ嬉しいマジで 全身見えるとしたら弾き画で踊ってみた時やる時くらいそうやんなぁだから TikTok とかしかないか配信で全身映すってなかなか難しいよね気になってきた今からゆっちの家の番に行く限界オタコおる頑張れ頑張ってきて最近うまちゃんがあざとくくなってきてて心配え、そう結構サバサバしてるつもりではあるんだけど レイポンとかと比べたらでも全然 <coughs> 西山はね髪の毛はねまだ染めれないあの NG が出てるまだマネージャーさんから <laughs> まだ X にもコメントしたことないしフォローもまだしてなかったけどえっフォローしてしまいそうかもそれはもうフォローしてくださいたくさん可愛い写真アップするから私がねもう めっちゃ自撮り撮るんだけど公ういのう時とかその中から厳選して厳選した写真をツイッターにアップしてるので皆さん見に来てくださいそうちょっともう今日おうちでなんか配信うんあっ4日連続配信中やったそういいかなと思って。 コー世代でライブうわやりたいなだってゼロ五って結構いるよねたくさんめっちゃ最近の「西馬自撮り」「ビブレしてないのは厳選してるからなのかいやもうビブレしてる写真載っけてる時はもう全部ブレてるからもうブレてる中で一番ブレてないやつを厳選して投稿してる」でもあの 多ぶブレてるときはめっちゃ急いでるときとかはちょっとブレちゃうあ,のあんま公演前に時間ない日とか明日はたは南ラのアンコール前の衣装の自撮り上げ投しアンコール前アンコール前女子高生の衣装あの後半後半の衣装いや後半の衣装取れないな めっちゃ早着替えなんですよあ,あそこ本当に水も飲めるか飲めれないか分かんないくらいの早着替えだから多分写真はね撮れないかもそうめっちゃねあそこ本当にもうリップとかも絶対塗り直しできないし水もギリ飲めるか飲めないか分からないくらいの本当にそうグッドタイミングの後だからねそう撮れないんだよなあそこは。 申し訳ない <laughs> そうユニット前半組じゃないって厳しいんだよね そうなんだよねそうでもねユニットの時もね本当に時間ないからなんか例えば衣装がめっちゃ着替えるのが楽な衣装例えば「テもテも」とかはねすごいファーストな1個でピッて下ろすだけだったからあれはね結構着替えるの楽だったんだけどうーん「なんばら」ね結構衣装がどれも大変かな多分。 M, ね、M はでもスキャンダルスがねちょっといやーでも難しいな大変なことに変わりはないけど <laughs> そうユニットシャッフルでも私もねいろんなユニットやりたいとは言ってるんだけどなかなか。 オッケーが出ないないんか多分いろいろ大変なのかなその組み合わせとかを考えるのがうんもうちょっといろんなのにもチャレンジしたいけど <coughs> グローリーいやーグローリーもなれ結構大変そううんしかもさ一番最初だから めっちゃゃきがえしなきゃいけないいけ曲で超大変あれはあの曲は大変だよユニットのね1曲目は本当にねもう殺伐としてると思うあ <laughs> やばいやばいってなってると思うみんなハートの独占権ね美空とかレイニョもねやりたいって言ってて私もずっとやりたいって言ってるんだけどできないんすよねく スキャンダラもやりたいって言ってるんだけどなぁなかなかうん明日は南原ちゃんのリハセント <laughs> 待って南原ちゃん出る人おる頑張れ元気にそう真ん中のユニットが一番いい真ん中のユニットもね どっちの真ん中がいいかっていうとなんか大体さ4曲じゃんユニットってのここ真ん中2つあるけど2曲目がね多分いい。<coughs> グローリーリの最後のダンスは完全フリーなの私「グローリーやったことないからちょっと記憶が曖昧なんですけど多分ねダンスあったと思うでも「ホノピー」とかになってくるともう自分でダンス作っていいよみたいな感じにはなると思うなんか「カモネギもう終わっちゃったんですけど「世代交代前夜公演」っていう公演の中で「カモネギックスっていう曲があってその前に5人がソロでダンス踊るとこあるんですけどもともとは「 あれは石田ゆめさんがダンスを作ってくださっていてそうでもなんかその第2章から人が変わったと思うんですけどその時に確かねほのぴーは自分のとこのダンスをね自分で作ってた気がする確かこれちちゃかったらごめんなさい <laughs> 16人超え楽しみだね楽しみめっちゃうん16人でもせっだ 踊れるかなっていう不安はあるけどダンス選抜がどうかわかんないんだけどほのピーは多分いけてたそうそう奇跡は間に合わないうーんああでも他の人たちに比べたら全然余裕はあるかもあの衣装も結構ね シャッて着れるから結構着やすいかなうん意外と結構余裕持って着れますねうん <laughs> 動線大変そうそうみんな言ってる動線大変そうだよね じゃあちょっともう時間も結構経ったのでルーム最新に移動したいいと思いますじゃあ團十読んでいくね急だけど <laughs> もう13位イニシャル D ちゃん12位さつきあとくゆまっぴよしやったじいの野原しんのすけのすけさん10位塩まよさん9位みんなの白米ハクハク8位ノブパンさん7位東一新さん 6位アキラニパーさん5位サラ4位ノアジいさん3位ツレツレさん2位ライトワン1位ナミテありがとうございました皆さんじゃあこのあとルーム再生をしたいと思うのでルーム数来てねじゃあまた